そのガンアクションっていうのを僕あんまりやったことがなくて、まあ、実際にその実弾でどっかあの別な国行ってやったことがあったっていうそのちょっとの経験だけだったので、実際にその見に来た方に対してもその嘘がないっていうか、なんか変じゃないかなとかそういうふうに思われない、絵で見てるときにこの人が別に構えて言ってるっていう描写はやっぱり作りたかったっていうのもありますんで、まあ、そこはあの意識して稽古中からは励んでました。あの、まあ、緊張感もありますけども、特にその変わった何かをするとかっていうことではなく、あくまでその僕らがやってきた DMC の世界観っていうものをあのお客様に提示して一緒に連れていきたいなっていう気持ちでいっぱいなので、これからあと何十分間後に、本番最後、選手力始まりますので、頑張っていきたいと思います。はい。